収穫を農民に分け与え、農民は収穫の一部をチャンマーランで売買し、国営企業では一定の利益を上げた場合、利益の一部を支援するということです。今販売しているものがほとんどなく、ガランとしていましたが、最近は多様な商品が流通し、過去に比べて多様な商品を販売しているということです。さらに過去には車がほとんど見かけられなかった平安市内の通りには、中国製の自動車が頻繁に行き交い、 BMW やフォルクスワーゲンといった会社も見かけられ、朝夕の通勤時間には渋滞に陥ることもあるということです。このように北韓は経済面では変化していますが、厳しい統制は依然として変わっておらず、平壌を訪れる記者は取材や撮影に多くの制限が伴うということです。記者にはそれぞれ担当の案内者がつき、一般住民との接触を制限し、撮影も場所によって制限するということです。